U シート、U シート、U シートとは、北海道旅客鉄道、JR 北海道が電車によって運行する一部の特別急行列車及び快速、エアポートに設定されている普通車座席指定席の愛称である。従来の普通席とグリーン席の中間にあたるグレードの座席として、ワンランク上のくつろぎを訴求している。名称は、余裕の旅を、あなた。 U のためにご用意しましたという意味から付けられた。座席は普通、快速列車用車両については、編成中の他の車両、転換式、クロスシートロングシートと異なり、特急列車の普通席並みのリクライニングシートとしている。特急用車両については、クリーン車を連結しない一部の電車特急に設定されており、自由席車のリクライニングシートより背もたれ高さや、 座席幅、シートピッチ、テーブル寸法を拡大し、チケットホルダーやパソコン用のコンセントを装備するなど、事実上、グリーン席に準ずる特別席として、通常の普通車指定席より上位の位置づけとされている。JR 北海道内完結の通常の普通車、指定席と同様、乗車券の他に520円の座席指定券、特急列車の場合は、 指定席特急券を追加購入することで利用できる。このため、座席指定券、あるいは指定席特急券と組み合わせられる乗車券の制限については、通常の指定席、あるいは指定席特急券に準じる。他の列車の座席指定券と同様に、緑の窓口、指定席券売機などで購入できる。基本的に車内で購入することはできない。 なお、列車によっては編成中に UC 都車を連結している、車両を重当している場合でも、UC 都車を全区間あるいは一部区間自由席として開放するものがあり、後述、この場合は別途料金は不要である。新千歳空港駅の開業に合わせ、1992年、平成4年7月1日に運行を開始した快速エアポートには、 当初から指定席が設定されていた。当時、エアポートには、近郊系車両である721系電車と、特急系、車両781系電車、L 特急、ダイラックとの直通列車に、仕様が用いられていたが、指定席車の内装は、他の自由席車と同一であり、781系は、鍵、リクライニングシート、 近郊型車両の七百二十一系に至っては、転換式、クロスシートであった。このことから、追加料金額に比した割高感もあって、利用率が低迷していたため、二千年、平成十二年十一月上旬から七百二十一系電車で運行される新千歳空港駅、札幌駅をたる駅間の列車において、指定席、当時は四号車の半室の内装を、蒸気のように、 全面改装し、UC との相性が付けられた。合わせて、従来は新千歳空港駅札幌駅間のみの設定、札幌駅小樽駅間は自由席扱いだった。指席が小樽駅までの全区間に拡大された。2001年、平成13年7月1日からは、L 特急、ライラックとの直通列車に使用する特急系。 車両781系電車にも拡充された。U シートは4号車、蜘七百781系の搬出のみであった。2002年、平成14年3月16日に、新千歳空港駅直通列車が、ライラックから、スーパーホワイトアローに置き換えられた際には、使用される785系電車に、U シート用の申請車、蜘七百785系50番台。 もはな八十四型五百番台が組み込まれた。二千三年、平成十五年九月十五日から、快速、エアポート用七百二十一系の編成組み替えが行われ、従来は半室のみだった U シートが全室に拡大された。二千四年、平成十六年三月十三日までに、全編成の組み替えが完了し、同日のダイヤ改正に伴い、札幌駅、 新千歳空港駅に U シート専用の指定券券売機が設置された。2007年、平成19年10月1日には、L 特急、スーパーカムイと快速、エアポートに789系、電車、1000番台が導入され、4号車、モハ789系に1000番台に U シートが連結された。これに伴い、781系が引退した。 また、L 特急、鈴蘭、室蘭駅東室蘭駅札幌駅間にも785系が投入され、スーパーカムイ、エアポートと同様に、UC と車が連結されるようになった。2014年、平成26年7月19日からは、快速、エアポートに733系、電車、3000番台が投入された。なお、733系では、 U シートの FM 文字放送は実施されず、721系の U シートで実施されていた FM 文字放送も同年7月31日をもって終了する。2016年、平成28年3月26日乗車分より指定席料金が520円に改定となる。快速、エアポートにおいて、早朝、夜間の一部列車は、 札幌伊勢の区間で普通列車、各駅停車となるため、その区間内では、U c とも自由席扱いとなり座席指定券不要で利用できる。同様に、特急、鈴蘭も室蘭駅東室蘭駅間は、普通列車となるため、自由席扱いとなる。その他、U c と車連結編成がい運用で、使用される、普通、区間快速列車の場合も自由席扱い取り、 座席指定権は不要である。また、編成内の車両における記号でも U が用いられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。